こんにちは、たつくりです。今回は折り紙でリスの体を作っていきます。このリスは顔と体が別々に作ってあって、顔の作り方は別の動画で紹介しているので、それを見て作ってみてください。リスの体は別のタイプのものを以前も紹介しているんですが、以前のものはこのように手がついていたんですが、今回は手がないです。なのでその分簡単にできます。あとは尻尾が少し大きいのと、尻尾の先がこのようにくるんと巻いている形になっています。あと模様はペンで描いています。比較的簡単にできてとても可愛いので、ぜひ作ってみてください。では早速折っていきます。まず裏返してこの向きにします。左右の角を合わせて折って折り筋をつけます。上の左右の端を中心の折り筋に合わせて折ります。下の左右の端も中心の折り筋に合わせて折ります。下の角を上の角に合わせて折って折り筋をつけます。下の角を中心に合わせて折って折り筋をつけます。右の端を今つけた折り筋に合わせて折ります。下からはみ出た部分を上へ折ります。裏返します。上の端をこの斜めの線に合わせて折ります。上の角をこの線に合わせて1センチくらい折ります。下の端のこの折り筋からこの線までの半分くらいの位置で斜めに折ります。だいたいこんな感じです。
左側も折り筋から左の角までの半分くらいの位置で斜めに折ります。裏返してみて、この部分の左右が同じようになっていれば OK です。左下の角を少しだけ上へ折ります。今折った部分を後ろへ入れます。ペンで模様を描きます。これで体の完成なので、これに別の動画を見て作ったリスの顔を糊で貼り付けるとリスの完成です。ぜひ作ってみてください。もし気に入っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。